はい、というわけでですね、リトレインとダメージにはかけっこ対決をしてもらおうと思います。もう準備運動の方してますね。はい、準備大丈夫ですか？大丈夫です。はい、じゃあこっち来てもらって、はい、こっち来て、ここを回ってもらいまして、はい、2周してもらいます。で、はい、1位が5点、2位が4点、3位が3点、最下位が2点、はい、ということで、はい、合計点数の多い方が勝ちと、はい、で、もし、はい、こっちが勝てば、はい、もうレギュラー入りということになるので、頑張っていただきたいと思います。やってやりますよ、はい、あ、僕たち運動苦手なんですけど、あ、本当、はい、まあでも、しょうがない、でも決まっちゃったことは勝負ですから、いや、なんかもう一人違うというか、あ、ハンデ、アルファ、ハンデ、なるほどね、はい、じゃあ一周回った時点で僕のとこ来てください。あ、はい、僕ここで問題を出しますので、それに答えられたら2周目に行けるっていう、その体力と知力が必要みたいな、クイズ的なことです。なるほど。そしたらまあこっちの方が勉強は多分得意だと思うので、そうですね、はい、そういう感じで行きましょう。はい、はいはい、じゃあ2周した、ゴールで、じゃあ僕にタッチした方が勝ちということにしましょう。わかりました、はい、わかりました、はい、じゃあいいですか、準備いいですか、お願いします、頑張ろう、お願いします、行きますよ、はい、で、しゃあ、いきます、はい、よーい、ドン、はい、どっちが一発でしょうか。問題考えないといけないね。ね、はいよ、池田君も喋って、あ、大丈夫、うん、問題考えないとね。そうだね、これ一周どんぐらいあるんだっけ。20秒ぐらいじゃもう来ちゃうね、問題か、てかこれさ、4人来るんだったら4人分考えないといけない。そうか、やべえな、あ、やべえ、やっぱ、あ、来た来た、あ、やばいやばいやばい、はい、4人分よ、4人分、はい、どうしよう、1番、2、江戸時代の初代将軍は誰、はい、徳川家康、正解、正解、正解です、よっしゃ、はい、大丈夫です、6×8 は6波、48、正解、正解、うん、あ、やばい、なんだろう、そうそう、平泳ぎの、100m の一番速い人は誰？北島康介、合ってる、北島康介正解、正解、はい、はい、2×8×6 はさっきやったか、早くして、ダメだ、全然頭回んない、全然頭回んない、あ、来ちゃいました、もう来ちゃいました、もう、あ、はい、おめでとう、あ、くそー、やったやった、これで、これで勝ちですか、勝ちということで、ありがとうございます、ダメージの勝利、イエーイ、ごめん、早見くん、あ、しょうがないっす、うん、2周目行ってないか、早見くん、早見くん2周目行ってないです、行ってないです、行ってないです、行ってないか、問題もらえなかったんです、そうか、あ、じゃあ一回、まあ2周目もかわいそうだしね、うん、そうっすね、なんで僕だけ走んないといけないんですかってもかわいそうだし、はい、うん、まあ走ったくはないです、そうだよね、はい、ね、じゃあ締めよう、はい、締めますか、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあまた来週。